その2人とはフーミンこと相川富士子さんめっちゃ忠実にやってるトモミンこと山田智子さん2人の仕事はワイシャツの乾燥とアイロンがけ。まずはフーミンが上田ワイシャツを手に取り、襟、袖を機械にセット。何あれ、あれでいいの？そしてボタンを押すと、2枚いってるんだ。うわすごい。襟、袖の部分をアイロンがけ。他の部分どうなん？実は上から降りてきた機械はアイロンになっていて、160度の熱で35秒間プレス。アイロンがけと同時に乾燥まで行ってしまうのだ。隣のワイシャツと比べるとご覧の通り、見違えるように綺麗になっている。そして上田ワイシャツが次に向かうのは愛のマネキン乾燥機。何でも襟と袖以外をあっという間に乾燥アイロンがけまでするという。ワイシャツを機械にセッティング。わ、張り付いてる。すごいこれ。入れた。回転するとどうなる？何か鎧みたいなのが装着されていく。わ、すげえ。カメラが曇るほどの蒸気が。これ罰ゲームだったらもうなわけねえだろ。うわすごい。え、終了？早っ。わずか12秒でアイロンがけと乾燥が終了。こんな変だ。一体どんな仕掛けになっているのかマッキーに聞いてみると。なんだこの機械。この機械すごいでしょ、すごいでしょ。すごいでしょとしか言わないのでこちらで説明すると、このマネキンには下にあるチューブから約100度の熱風が送られていて、それを一気に体から噴射することによりワイシャツをあっという間に乾かしているのだ。鎧みたいなものと袖の鉄板みたいなものは約140度のアイロン。これで服全体のシワを伸ばしている。蒸気で出ちゃう、全部出ちゃう。ちなみに袖の部分は中に熱風を通すだけでシワが伸び乾くそうだ。熱風でね。そして運命の時、上田ワイシャツがトモミンに愛の告白。はやトモミン。ナッチという彼女がいながらトモミンにまで手を出そうとしている上田。恋の三角関係はどうなるのか。さあ上田の愛の告白、果たして成功するのか。トモミンは上田に抱きついた。まさかの逆告白。トモミンはとにかく金を持っている男に目がないのか。全く同じだけどね。なんだろうこの胸の熱さは。これはアイロンの熱さなんかじゃない。アイロンの熱さだよ。これは恋、そう恋の熱さなんだ。違うよ、アイロンの熱さだよ。肩ってアイロンがしなくていいんだね。肩いいんだね。やなくてなってますもんね。しかし上田は一度落とした女には餌は与えない男。勝手に決めるボタンをつけさせ、一言の礼も言わずに上田ワイシャツは次の女探しの旅へ。早かったな今。ちなみにトモミンがボタンをつけるとき使っていた道具はこのようにクリップのような形になっており、穴から通してボタンを引っ掛けるだけで素早くボタンがつけられる優れものなのだ。すげえな。そして綺麗に乾いた上田ワイシャツはレールで運ばれこちらのゲートの中へ。あ、コンピューターで読み切った。すごい。もう二度と浮気をしないようにビニールをすっぽりとかぶされクリーニング終了。クリーニングにかかった時間約50分。それぐらいで。